ソニーモバイルコミュニケーションズエクスペリアエクスペリアエイクロ HDE's12S エクスペリアエイクロ HDE's12S はソニーモバイルコミュニケーションズにより日本国内向けに開発された au ブランドを展開する KDDI および沖縄セルラー電話のイズシリーズのスマートフォンの一つである。製造型版は SOI122012 年3月8日をもって ソニーエリクソンモバイルコミュニケーションズ株式会社はソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社に社名変更となったためソニーエリクソンモバイルコミュニケーションズ株式会社名義で開発された機種としては本機種が最終機種となった i 11 s 11S の後継機種でエクスペリアイクロ HD の AU 版となる開発コードネームはハヤテ 兄弟機種である NTT ドコモ向けの SO-03D とは一部仕様が異なる。e s 1 1 s では搭載していなかった防水性能デュアルコア CPU HD 液晶を搭載している。ただし i m a x には非対応であるほか、SO-03D と異なりテザリングはサポートしていない。なお、同期に発表された同じ AU 向けモトローラモビリティ製スマートフォンの モーターラレーザーアイズ 12M 同様、バッテリーカバーの着脱は不可であるためユーザー自身が自ら電池パックを交換することができない。交換は有償を預かり修理扱いとなる。交換代金は5092円。本端末はソニーエリクソン時代も含めたソニーモバイルの端末としては S002 以来となるグローバルパスポート CDM へ非対応となり。 その代わりニンツデータローミングに対応している。なお、この端末は、au の他の多くの端末にある、最初に挿入した auic カード以外は、使用不可という制限がなく、仙台機種である is11s と同様、他の auic カードを指した場合にも使用できる。2012年7月31日に Android 4.0へのアップデートが開始された。アップデートに伴う変更点。 機能の追加は以下通り、PC 向けウェブブラウザが標準装備されている。携帯向けサイトは他のスマートフォンや PC と同じく閲覧不可。ありがとうございます。